もしもし、ギー。ごめんな、遅くに。うん、そっちは今何時？こっちはまだ昼前だよ。そっか、もうすぐ会えるね。ああ、そっちに戻って匠に会ったらまず何しよっかな。何って？やっぱり匠を押し倒すかな、寮の新しい俺の部屋のベッドへ。楽しみにしてろよ、匠。ギー、彼を思い描くだけで僕の気持ちは落ち着かなくなる。切れ者で強者の大財閥の御曹司、その上華やかな容貌、奇跡のような存在。未だに信じられないくらい僕には過ぎた恋人。いよいよ今日から俺たちも3年だな。はあ、なんか信じらんないよ。どうして？去年の3年生たちやけに監督あったじゃん。なんか負けてるよな俺たち。そう？うちの学年だって精鋭揃えたと思うけど。例えば聞いとか。え？うん、それだけじゃないよ。他にも若い客の役楽もいるし。そりゃね。でも俺なんか新入生に舐められそう。舐めたいなら勝手に舐めさせておけばいいよ。久しぶりに出ました、匠的発想。なんだよそれ。マイペースというか強気というか注意に関心がないというか。年下か気にしすぎなんだって。あ、そうそう、ギー階段長主任おめでとうなんだって。うん、だから今日一人で投稿したんだ。確か入寮が一日早いんだよな。うん、階段長ってその階の生徒たちの責任者だろ。入寮前から打ち合わせとかいろいろあるみたいで。でもその後階段長はこれから1年間豪華な個室生活って特典付きだもんな。部屋がダメならせめて同じクラスがよかったな。そうだよな、2人気が合ってた同士離れると寂しいよな。もちろん年下と別れた時だって寂しかったよ。そう、ミス君って一体どんな人なんだろう。あ、葉山先輩。君確か2年。どうも、新業種金光です。どうして君がここに？ああ、新田さんに頼まれて。終わったか新業寺。終わったかじゃないよ、手伝ってって言うから来てやったのに俺ばっかりにやらせて。そういうのって手伝うっていうよりさ代行って言うんじゃないの。でも俺の荷物触れて嬉しかっただろう新業寺。ああすっげえ嬉しかったよ。喜びのあまりに洋服全部つばつけといてやったからな。じゃあもう行くから。なあ早野。え、あ、何？俺勝手にこっち側にしたからお前そっちでいい？うん、去年もこっち側だったから慣れてるし。でもベッドの位置が去年と同じだからって夜中に寝ぼけて俺をさっきと間違えたりするなよ。
葉山ってさっきとできてるんだろ。ダメだな、こういう時は嘘でも表向きは否定しないと。否定しろって言ったって。まあこれから1年間同室なんだから、うまくやっていくためにも極力隠し事はなしってことで。はあ。じゃあ水くんも今の新行寺くんと付き合ってるんだ。でもできてるわけじゃない。あいつはどうでも俺は新行寺に恋してるわけじゃないからな。俺の方はともかく、葉山はさきなんかのどこが好きなわけ？え、どこって。考えなきゃわからないのか。違うよ、全部って言ったら月並みかと思って。もうちょっと気の利いた答えを出したいんだけどね。本当は全部好きだよ。おめでたいやつだな、葉山。別にめでたくない。今のは嫌味だ。他人に干渉しない、踏み込んでこない、いたずらに知りたがらない、無責任な噂話はしない。同室の相手にはちょうどいい。つまり俺は葉山と同室で喜んでるというわけだ。ともあれ1年間よろしくな。僕は思った、今年は今までで最高に、いや最悪に前途多難な1年になるかもしれない。よりによってあのミスト同室か。面倒なやつと同室になったな。ミスのやつなぜかやたらギーのこと煙たがってるからな。え、そうなの？ああ、まあミスもギーとは違ったタイプで人気があるからな。へえ、そうなんだ。相変わらず葉山はそういう情報に疎いな。別に興味ないし。ギー以外はか。で、赤池くん、僕の様子伺いに来たのはまたギーに頼まれて。葉山、まだギーに会ってないのか。うん。そうか。なんで？春休みなんかあったか？特には。ギーはニューヨークに行ってたけど、毎晩のように国際電話で話してたし。何か変わった様子はなかったか？ギーに？どういうこと？最後に奴と話したのはいつだ？一昨日の夜、帰国したからって。それだけか？それだけって、あのさ、さっきから何なわけ？ギーに何かあったってこと？いや、俺の取り越し苦労なのかも。ああ、もうイライラしてきたな。話してよ。この際葉山、意思表示はっきりしてきたな。いいから教えてって。あいつ視力落ちたか？視力？メガネかけてた。え？髪の毛も妙にさっぱりしててな、一見別人。え？態度まで妙にさっぱりしててな。何それ。まあ変わりがないなら別にいいんだよ。じゃあ。それ僕の。どういうことだろう。ギーがメガネ。でもまあいいか、会えば分かるんだし。あ、葉山くん、ちょうどよかった。じゃあ葉山くんもギーの変化には思い当たる節がないってこと？うん。そっか。いやほら、葉山くんってさ、ギーと仲がいいから君に聞けば何か分かるかなって思ったんだけど。そういえば野沢くんも2階の階段長だったよね。ああ、3階がギーで僕が2階で、1階が矢倉で4階が吉沢だ。あ、野沢先輩に葉山さん。
二人して何こそこそ話してるんすか。さっきの新行寺兼光ですって覚えてくださいよ葉山さん。じゃあ僕はこれで。あ、葉山くん、何か分かったら教えてくれないか。うん、分かった。じゃあ僕もこれで。冷たいな葉山さん、俺を一人ここに残す気？でも行くところが。ねえねえ葉山さん、どう思う？新田さんのこと。新田さんって、ああ、ミス君の。そう、新田さん葉山さんにバラしたでしょ。俺と新行寺は体だけの関係ですって。え、いやそこまではっきりとは。しょうがないんだな、こればっかりはさ。でもいいの？そんな立ち入ったこと知り合ったばかりの僕に喋っちゃって。だって新田さんが許しただろ。新田さんが信用した人は俺も信用する。よっぽど好きなんだね、ミス君のこと。ベタボレ。葉山さんは新田さんのことあまり好きじゃないんだ。え、いや好き嫌い以前に知らないし、それに新田さん、葉山さんの仲のいいギー先輩のこと嫌ってるもんな。ほら、あの人は猫かぶりだから。それこそ何枚も何枚も猫かぶってて、だからその分ストレスを容赦なく俺にぶつけてくる。ふん、甘えてるんだ。俺葉山さんのことすっごく好きかも。え、乗り換えようかな。葉山さんとギー先輩ってただの仲良しなわけ。え、でもギー先輩って敵に回すとヤバそうだもんな。ヤバい？どうして？どうしてって、ギー先輩って寛容だけど冷たいじゃん。ルール重視っていうのかな、ルール通りに近づいた人にはリスクも辞さないって感じで厄介なことまで引き受けちゃったりするけど、不用意に近づくやつとか下心のある連中とかには眼差しで一別するんだってさ。それに新学期開けたらあだしな。あーって、新行寺君ギーに会ったの？だってほらギー先輩、俺ら3階の階段長だよ。高嶺の花のギー先輩に話しかける口実がやっとできたわけじゃん。まさにチャンス到来、行けって感じでみんなで3階の0番訪ねちゃったりしてさ。それでギーはどうだった？ところがギー先輩、俺たちの浅はかな行動なんてお見通しで、にこりともしないの。もともと雲の上の存在で近寄りづらいとこあったけど、去年はあそこまで冷たい雰囲気じゃなかったような気がするんだよな。春休み何かあったか？ギー、一体どうしたって言うんだ？じゃあ葉山くんもギーの変化には思い当たる節がないってこと？早く会いたい。ギー、どうしたんだ拓海。アメリカ帰りの俺にアメリカ式の挨拶をしてくれるなんて光栄だな。ギー、部屋に訪ねに来てくれたのか。え、すまないがまたすぐ行かなくちゃならないんだ。悪いな。キー。
キスをされたのは初めてだ。アメリカ帰りの俺にアメリカ式の挨拶をしてくれるなんて光栄だな。ただの友人への挨拶でしかないキス。ギー、どうして？どうしてだよ。葉山ってさ、自己表現がド下手だな。え？もしくは人間接触嫌悪症だ。人間接触嫌悪症？俺が今勝手に作った病名、なかなかうまいだろ。心の僕は誰に対しても心を閉ざしていた。ギーと同室になって過ごした1年間、ギーが僕に注ぎ込んでくれた愛情が僕を変えてくれた。きっと何かあるんだ。ギーがそうしなきゃいけない理由、どうした、タクミ。まだ片付いてないが、よかったらどうぞ。うん。さっきは悪かったな。うん。なんか飲むか。そっちに戻って匠に会ったらまず何しよっかな。やっぱり匠を押し倒すかな。寮の新しい俺の部屋のベッドへ。楽しみにしてろよ匠。キー、どうして？誰の目もないのにどうしてそんなに冷静に僕から距離を置くの？どうして抱きしめてくれないの？どうしてキスしてくれないの？どうして僕に近づいてくれないの？その体もその心も、ギー、どうして？どうぞ。ありがとう。ギー、なんだ？
ギーってそんな目悪かったっけ。まあな。悪い、ミルク切らして。そんなのどうでもいいよ。驚いたな、急に叫ぶなんて。驚いてるのはこっちだよ。この仕打ちは一体なんだよ。クラスも部屋も別々になったらこれまでのこと全てリセットされちゃうのかよ。ねえ、外してよそのメガネ。そんなにこれにこだわるなよ、おかしなやつだな。だって別人みたいじゃないか。本人だよ。ねえ、覚えてる？ギー、去年の今日ギーが告白してくれたんだよね。ああ、この際だ、俺も匠に話がある。え、新しい環境に慣れるまでしばらく二人きりで会うのをよそう。今までとは立場も役割も大幅に変わったからな。早く状況に順応するためにもその方が互いにいいと思うんだ。なら勝手にすればいい。ギーが近づくなって言うんだったらそうするよ。話しかけるなって言うんだったら二度とギーには話しかけない。この部屋に来るなって言うんだったらどんなことがあったって尋ねたりしない。ギーの言うしばらくがどれくらいの間なのか知らないけど、卒業するまででも卒業してからでもずっとでも僕は構わないよ。匠、俺は何もそこまで。部屋見せてくれてありがとう。おい匠、近づくな。葉山、どうしたんだ。しばらく二人で会わないか。あいつは何をするにも覚悟の深いやつだからな。捨て身というか何というか。それにしても売り言葉に買い言葉とはいえ、葉山も相当な負けず嫌いだな。だって本当に会わないつもりか。僕がどんなに会いたくてもギーは絶対に会おうとはしないさ。一度言ったことは絶対に負けないじゃないか。ギーはこの1年でだいぶあいつを把握したな。無関心の塊だった葉山にしては大した進歩だ。いちいちナーバスになってられないじゃないか。そんなだったらギーとは付き合えないよ。たくましくなったな。頼もしい友人がいたからね、おかげさまで。これを見てほしい。名簿？ああ、あさって入寮する新入生の名簿だよ。階段長を前もって学生全員の名簿をもらってるから、野沢に頼んでコピーさせてもらった。昨日配られたそうだ。で、この名簿が何？この名簿を見ると、議員の変貌の理由をなんとなく推理できるんだけど、
ごめん、全然わかんないよ。つまりこういうこと。ここにね、半端なくとんでもないメンバーが揃ってる。いいか、葉山でも知っていそうなメンバーからいくと、一の A のおつこつぶすさんの御曹司おつこつ頼彦、同じく多瀬コーポレーションの御曹司多瀬宇月、一の C の長里恩恵の長里一、同じく日野ビルの津森清康、それから B 組の太陽食品の袖氏道博、呉服の桔梗屋の桔梗屋東吾、それに待って、赤池君、他にも茶道の家元やら弁護士の息子に大臣の血縁ってのもいる。学生のグレードがいきなり2ランク上がった感じだな。しかも学生個人のレベルというより実家のレベルか。入試壮絶だったみたいだぜ、指導開校以来の競争率で。それってもしかしてギーのせい？今年を逃すとギーにはお近づきにはなれない。故に親からの密命を受けた両家の息子はとっさりってわけだ。まさかギーをめぐって今年一年壮絶バトルになるのは間違いない。それはあいつが一番よくわかってる。そのバトルに、ね、大切な葉山を巻き込みたくない。だからあいつはあんな風に変わった。葉山を守るために。でもストップ。自分は平気だって言いたいのか？うん。去年だってギートのことでひがまれて音楽堂に閉じ込められたり、ガラスの破片で刺されそうになったり、いろいろあったよ。でもそんなの僕は。でも今年は違う。敵が一人や二人じゃない。しかも家柄も勉強も優秀な奴らが相手だ。自分の望みのためなら親の力を使ってでも何より構わず攻めてくる。だからこそギーがあそこまで警戒してるんだろうさ。そんな、ギーの行動は葉山を思うがゆえのこと。でも俺はギーに少し異を唱えたい。え？もちろんギーがあそこまで警戒するのは構わない。でもそれなら俺たちみんなでスクラム組んで対応していけばいいんじゃないかって俺はそう思うんだよ。あいつは何でも一人で大きな荷物を背負おうとする。ギー、おい、どうしたんだ匠。またすぐ行かなくちゃならないんだよ。悪いな。僕だってギーの力になりたいよ。葉山には無理だ。そんなことない。なら葉山、ギーの前であいつのこと嫌いなふりできるか？シャレでも無理だろ。とにかくギーは今誰とも均等に距離を保ちたいと考えてる。恋人も親友も相棒の存在も。その証拠にこの俺も同じ扱いだ。赤池君、ただこういう状況を察すればギーの行動は理解できるし俺も平気だ。でも葉山は違うだろ。僕は何もできないのか。とにかくしばらく奴を見守ってやるしかない。あいつだって葉山なしでは相当きついはずだ。限界が来ればきっと SOS が出る。その時はすかさず奴を救ってやろう。出すのかな SOS。 出さなきゃ強行突破、無理にでも出させるさ。つまり奴から勝手に荷物を奪ってしまう。それをみんなで分け合って奴の荷物を軽くしてやる。そうして葉山に義を返してやるよ。赤池君、
俺たちの力を舐めてるあいつにちょっと思い知らせてやらないとな。うん、それじゃあ協定成立な。葉山、握手。ありがとう、これもらっておくね。びっくりするなよ、驚かしたわけじゃないんだから。年下、野沢が呼んでるよ、部屋に来てくれって。え、作戦会議。何の？ギー対策に決まってるじゃないか。店は中にいる。さあ、こんばんは。いたいた、店、作戦会議付き合って。作戦会議。葉山、どうした？顔色悪いぞ。いや、なあ、ギーのことでミスにも知恵を借りたいんだ。ギー？なんで俺が？頼むよ。葉山も参加するのか？当然、匠がいないと始まらないって。どうだかな。葉山、お前は部屋で寝てろ。大丈夫だよ、寝てなくても。僕も。なあ、大丈夫だよな。怪力で掴むな、片倉。葉山の腕が折れたらどうする。ほんと自覚のない馬鹿力ほど始末に負えないな。ごめん、痛かった。大丈夫、匠。大丈夫だよ、年下。大丈夫。もしかして、お前。片付け。終わってないだろう、葉山。ちゃんと終わらせないと今夜はベッドで眠れないぞ。で、片倉、作戦会議とやらは野沢の部屋だけど、でも。じゃあ行こう。新学期になりました。皆さん進級おめでとうございます。私も心から嬉しいです。さて、3年生になったからにはこれまで以上に学業に励んでください。そして将来のことを具体的に考え、しっかりと前を見据えて頑張ってください。だからあいつはあんな風に変わった。葉山を守るために。とにかくギーは今誰とも均等に距離を保ちたいと考えてる。恋人も親友も相棒の存在も。赤池君の言った言葉の意味はわかる。でも今
今の僕が現実として直面しているのは、僕を見ないギー、僕に話しかけないギー、僕から遠く離れたギーなんだ。みんながどんなに慰めてくれたって、ギー、こんな不意打ちは卑怯だよ。ギー、トシッサ、ごめんな、昨日は気づいてやれなくて。ほら、お前のその検温症。あ、うん、俺鈍感だし、詳しいこととかよく分かんないけど、俺にできることがあったら言ってくれよ。ほら、部屋クラスが分かれても、俺たちそれだけじゃなくなっちゃうって、なんかやっぱり寂しいじゃん。トシヒサ、それさ、俺匠のこと好きだから。え？いや、親友とかってよく分かんないけど、匠のこと大事だし、部屋が変わっても、クラスが別になっても、それこそ卒業してもずっとずっと友達にいたいし、ていうか、なんていうか。ありがとう、トシさん。見舞いに来なかった。眠れないのか。おい、ギー、起きろ。どうした？ぼーっとして。夢見てたんだ。すっごいいい夢だった気がするんだけど、思い出せない。夢も結構だけど、421号室また揉めてるぜ。葉山と片倉が。片倉はともかく葉山の方が。部屋が真下の上級生組と適当に謝ってあしらっちゃえばいいものを。あの葉山が、あいつ何でもかんでも受けて立つからな。先輩方、あんまりしつこいと反撃させてもらいますよ。
あの頃の匠は誰に対しても心を閉ざしていた。まるで全てのものを拒絶するかのように。そんな絶望的な片思いがやがて報われる日が来るとは夢にも思っていなかった。だけどあの時確信した。これは運命なんだと。風が強くなってきた。そろそろ窓を閉めた方がいいんじゃないか。そうだね、そうしよっか。新入生のチビさんたち、無事入学式を終えたみたいだぞ。チビさんども予想通り相当浮き足立ってたみたいだぜ。ギーニ、葉山、昨日始業式を休んで一日寝込んでた割には顔色が悪いな。葉山。何？相当重症だな。そんなことないよ。今日はホームルームだけだし、部屋で寝てた方がいいんじゃないか。大丈夫だって。ごまかせると思ってるのか。え？どこを触られたい？相当重症だな。
待っててって言ったじゃん。そんなこと言ったっけ。言ったよ。言ってない。言った。言ってない。言ったよ。言ってない。言ったよ。言った。あなた、葉山匠さん？そうだけど、お前らさ、先輩に対してその態度は何かな、一年坊主。何？葉山さんに触るなんて100億光年早いんだよ。それより葉山さん、体もう大丈夫ですか？うん。お前ら何様のつもりだよ。俺のパパに言えば、お前たちだった。君たちのパパが誰だろうと関係ない。指導の中には指導のルールがある。そうだよ。指導はな、年功序列が厳しいんだよ。よく覚えとけよ、一年坊主。なんだと？それとも実力講師のお好みか。いいよ、怖かったから。お前行こうぜ。ざま見ろ、一年坊主。大丈夫か、葉山？うん。葉山さん、これであいつらもそう簡単にはちょっかいかけてきませんって。そうだな。犬のしつけと同じ、最初の一撃が肝心だ。ああ、葉山に下手にちょっかい出そうものなら、怖いのは先ギーチじゃない、俺たちだってこと。葉山だけではなく、ギーにしろ誰にしろ、そう簡単に利用なんかさせるかよ。ありがとう、赤池君、水君、新教授君。葉山、お前大丈夫だよ。僕は大丈夫だよ。強くなったな、葉山。ここで流されてしまったら、ギーが僕に注ぎ込んでくれた愛情がなかったことになってしまう気がして、剣王将を直してくれたのは他の誰でもないギーなんだ。だから僕は負けない。ギーが直してくれた剣王将、絶対に再発なんかさせない。お前、ギーのことそこまで。それだけじゃないよ。僕はもうあの頃とは違う。ギーと一緒にいることで大切な仲間ができたんだ、葉山。だから僕頑張る。どんなことがあっても頑張るよ。ああ、頑張れ、葉山。うん。お前やっぱりそういう顔してる方がいいよ。ありがとう、赤池君。はい。まさかの来客だな。うん、これが階段長の部屋ね。階段長も悪くなかったな。個室ってのは楽でいい。ああ、ミスは匠と同室だったっけ。俺がいたから見舞いに来なかったのか。見舞い？情けないね。部屋が離れたくらいで恋人のコンディションも分からなくなるなんて。それにお前のそのニュースタイルも評判は非常によろしくない。店には関係ない。それはそうだ。俺もお前の評判が地に落ちようがどうでもいい。ただな、一言忠告したいんだよ、サキ。お前葉山を守るつもりで裏目に出てる。
そのこと分かってるのか。どういうことだ。ここから始まったのに取り壊されちゃうんだ。お前が一人で一体何にそんな警戒してるのか。そんなもんは今年の新入生のメンツを見ればあのバカ新行事だって分かるんだよ。そんなに葉山のこと大切か。黙るなよ、咲。かえってバレバレだ。どうせお前みたいな単純バカの考えることはたかが知れてる。葉山とお前が全くの無関係な存在になったと周囲に思わせるまでこの孤独な状態を続けるつもりだったんだろう。ひとえに葉山への恋心ゆえ。好きに解釈すればいい。でも思わぬ弊害が出るとは予想していなかった。弊害？せっかく誰かさんが直した嫌悪症復活してるぜ。けなげにもひどくならないよう一人で必死に戦ってるかな。まさか再発したのは先に振られた当日のことだ。俺が敵を欺くならまず味方から。ご立派な戦法だが相手を選んでからにしろよ。何の約束もなしにそんな態度取られたら葉山の目にはただの裏切り行為にしか映らない。咲、お前が葉山の嫌悪症を治したんだよ。それくらい葉山にとってお前の存在が大きいってこと分からないのか。ミス、どうして俺のことに首を突っ込む。お前俺のこと嫌いじゃなかったのか。大嫌いだよ。でも俺は葉山のことは気に入ってるんだ。嫌だとか嫌いだとかマイナスのことだけはやたらとはっきりに表示していた。昔の笑わない葉山をな。屈折したやつだな。でも笑ってる葉山も悪くないと最近気づいたんだね。もし咲がこのままやり方を変えないなら恋人失格だ。葉山の嫌悪症今度は俺が治す。それでもいいなら勝手にしろ。閉じ込められたみたいだな俺たち。逃げるな。咲。
お前が葉山の検温症を治したんだろう。それくらい葉山にとってお前の存在が大きいってこと、わからないのか。灰色の雨が頬を伝う、あなたがいないこの世界、もっと愛を注げたのなら、ララスレチだってなら、これで先は分かった。やっぱりここだったか。匠、隣座ってもいいか。悪かったな。え？見舞い行けなくて。いいよ、そんな大したことなかったから。すまなかったな。いいんだ、あれはただの条件反射なんだから。俺は恋人失格なんだそうだ。組を追い詰めるような真似をした。わざとじゃないじゃないか、ギー。でもな、匠。もういいよ、ギー。そうじゃない。俺はお前の変化に気づいてやれなかった。
しょうがないよ。いや俺は最低だ。ごめん匠。僕の方こそギーの気持ち何もわからないで当てつけがましいことばっかり言って、僕も前から謝りたかったんだ。ごめんねギー。なあ匠、うん、やっぱり俺間違っていたのか。うん、でもな、たとえ間違っていたとしても俺にはこの方法以外選べなかった。逃げるな。匠が今朝やつらに嫌がらせをされたのは俺のせいなんだ。俺が匠を好きだと高林が知ったからなんだ。ねえキー、一つ聞いてもいい？なんだ。離れてる間キーも辛かった？ああ俺の匠への思いは以前と何ら変わりないんだからな。じゃあ一人で背負わないでくれよ。ギーが背負ってる荷物僕にも分けてくれよ。匠、見くびらないでよギー。僕、嬉しいことも悲しいことも辛いこともいつだってギーと分かち合いたいんだ。何愛し合ってても別々の人間なんだから全く同じ考え方なんかできない。でもそれだからこそいろんなことギーと分かち合っていきたいんだ。匠、愛してるんだよギー。俺は匠が好きなんだ。お前以外の誰でもない。後悔したくないんだ。匠が好きだ。俺を嫌いじゃないだろう。嫌いじゃないよな。
き。欺くことになるかもしれない。でもどんな時も俺のそばにいてくれ。俺のそばで共犯者になってくれないか。それってなんかプロポーズみたい。はぐらかさないで答えてくれ。いいよ、ギー。共犯者になってあげる。ずっとギーのそばにいる。